小形克明は、日本の実業家。アライアンスバーンスタイン株式会社、元代表取締役会長。厚生学園高等学校卒業後、1985年、上智大学理工学部物理学科卒業。1996年、ハーバード大学経営大学院修了。1996年に、サンフォード C ・シーバーンスタイン入社後。 リサーチアナリストとして流通、アパレル、食品、商社を中心とした日本株式を担当。2001年に日本株式シニアポートフォリオマネジャーに就任。2002年に日本バリュー株式最高投資責任者に就任。グローバルバリュー株式投資政策グループメンバー。日本におけるバーンスタインバリュー株式運用の責任者を務めると、もに取締役として、 アライアンス・バーンスタインの経営に貢献。徹底したリサーチと、規律正しいプロセスに基づく運用で手腕を発揮し、アジアン・インベスター氏の、インベストメント・パフォーマンス賞2010において、日本株部門最優秀賞を受賞すると、優れた運用サービスを提供。2012年、同社代表取締役会長に就任。同社入社以前は、日本ペプシコーラ社にて、 財務企画室次長、ベイジャニテコンサルタント、シュルンベルジェ社にて、シニアフィールドエンジニアとして勤務。論文に、グローバル化時代における、バイサイドアナリストの意義と、課題、教著、証券アナリストジャーナル誌2001年9月号がある。ありがとうございます。